あるベトナムフェスタが横浜市内で開かれました。このイベントはベトナム人が県内に住む外国人で中国人に次ぎ2番目に多いことなどから、両地域の振興をより深めようと県などが2015年から行っているものです。新型コロナの影響で3年ぶりの開催となった今回のテーマは未来へつなぐで、会場となった横浜市中区の日本大通りや象の花パークなどではベトナムにまつわるさまざまな催しが行われました。フードコートエリアでは代表的な麺料理フォーやサンドイッチのバインミーなどが販売され、多くの家族連れがベトナム料理を楽しんでいました。美味しかった。ちょっと辛かったけど美味しかったし、もっと食べてみたかった。いつか大人になったらベトナム行ってみたい。ベトナム月間の今月は横浜市内のレストランなどでオリジナルのベトナム料理やスイーツが楽しめるということです。